どうもこんにちは、今回はですね、皆さん大好きなメスティンです。こちらのメスティンはですね、スケーターというメーカーのアルミメスティンになってます。大きさとしてはですね、 600ml、850ml、1000ml と、3種類ありまして、以前ですね、このチャンネルで、2way スケレットをご紹介したんですけれども、ちょうどね、このアルミメスティン売り始めたんで、使ってみませんかということでご連絡いただきまして、すごい軽い気持ちでですね、 OK を出したんですけれども、どのサイズが送られてくるのかなと、楽しみにしてましたら、まさかのですね、全サイズ送られてきました。これはですね、2種類ありまして、2種類というか、まあシリーズ違いって言ったらいいのかな。1個が、これです。600、850、1000の、こういったね、ちょっとアウトドアっぽいデザインのシリーズ。それとこちらがですね、 850ml と、1000ml のマーベルのシリーズ。マーベルはね、最近あのフォートナイトをやってますんで、知ってますよ、マーベル、アイアンマンとかですよね。このシリーズと、こちらのですね、アウトドアっぽいシリーズの2種類があります。まあ、とりあえずですね、開けてみましょう。はい、箱から開けるとですね、こんな感じになってまして、まあね、見てわかる通り、こちらのね、マーベルのシリーズに関しては持ち手がね、赤になってます。こっちのアウトドアっぽいデザインのものは持ち手が黒という感じになってまして、これですね、この蓋の部分がですね、この辺くぼみがありますよね。なので写真で見た感じだと、ちょっと使いづらいのかなと思ったりしてたんですが、下はね、こんな感じで普通のメスティンですよね。で、こちらの蓋もですね、普通のメスティンだとこう平べったいと思うんですけれども、ちょっとね、くぼんでる感じになります。くぼんでる感じになるので、こちら側は逆にこうね、ちょっと盛り上がってる感じになってます。そしてですね、スケーターさんの特徴でもあります、レシピもですね、メスティンレシピということで、しっかりとね、ついてます。何かこれを参考にして料理をするっていうのもいいんじゃないでしょうか。そしてですね、こちらのスケーターメスティンの特徴としてですね、通常のメスティンだとですね、まず届いてから、シーズニングだったりバリ取りだったりっていうのをするみたいなんですけれども、これに関してはね、まずバリ取りする必要は全くありません。もう綺麗に加工がされてます。蓋も当然綺麗に加工がされてます。こちらのメスティンはですね、シーズニングも全く必要ありません。色がね、通常のアルミの色とは違うのがお分かりかと思うんですけれども、これはですね、表面にアルマイト加工というものが施されています。このね、アルマイト加工をすることによって、傷や摩擦に強くなるようです。ただね、熱伝導率は若干落ちるみたいなんですが、その辺はですね、この動画の中で固形燃料を使ってちょっと料理をしてみようと思いますので、実際に熱伝導率がどんなものなのかというのも、分かるんじゃないかなと思います。こちらのですね、一番大きな 1000ml、こちらを使ってですね、蒸し料理なんかをやってみたいなと思ったりしましたので、今ね、この中には蒸し器が入ってます。蒸し器というかバットですよね。網が入ってるんですが、これね、 Amazon で購入した、22号のバットなんですけれども、表記上ではこの中に入るはずだったんですが、微妙に入りませんでした。微妙に入らなかったので、こっち側をね、曲げてます。ちなみにね、こちらは無加工の22型の、網なんですけれども、ほんのちょっとね、サイズが合わないんで、この中にね、入れることができません、このままだと。なので、ここに足がありますよね。この足よりちょっとこっち側をぐにっと全体的に曲げてあげて、そうするとですね、こんな感じになりますので、この状態であれば中に入れることができます。まあ、蒸し料理をしたい方はですね、多分こういったものが必要になってくるんじゃないかなと思いますので、ちょっと加工は必要なんですが、これぐらいの加工で済むんだったらこれを使ってもいいのかなと思います。まあ、ちなみにね、加工方法としてはもう単純に、もうこの辺でペンチで持ってぐにっと力技で曲げるだけです。さあ、今曲げたものがこんな感じですが、これをスポッと入れることもできます。加工しないで入るのが一番なんですが、加工しないで入るサイズだと、まあ、縦幅もね、絶対短くなるし、横幅はもっと短くなると思うんで、メスティンのほぼ全てを覆うことができるので、まあ、このサイズの方が僕はいいんじゃないかなと思います。
それとですね、こちらは、このね、足の部分が、まあ、どれぐらいだろう、だいたい1センチ弱ぐらい、2センチまではいかないと思うんですが、それぐらいね、足の高さがあるので、このね、蒸し料理をするときにも絶対、これぐらいの高さがあった方がいいと思います。水を張ってもですね、水が足りなくなったっていうのが一番困るので、まあこれぐらいがいいんじゃないかな。で、このね、メスティの 1000ml の中に、まあどれぐらいのものが入るのかっていうのをやってみたいと思います。まずはね、こちらの外のバーナー。まず ST320 を入れたのがこんな感じ。そこにですね、まあこういった折りたたみ式の、これ100均で買ってきたやつですが、100均で買ってきたフライ返し。フライ返しと、スプーンとフォークのセットですね。これも入れてみましょう。このオピネルの8番のナイフ。使うバーナーはこの ST320 なんで、まあいらないかもしれないんですが、ウィンドスクリーン。ウィンドスクリーンを入れた状態で、蓋をしても、問題なく蓋が閉まります。まあ、こんだけ入ると重たいですけどね。ちょっと入れ方変えてみようかな。こんな感じで入れたらどうだろう。今ね、こんな感じで入れてみました。それと、ST320。そして、ナイフ。ちょっと蓋に不安があるけど、一応入るかな。ただ、やはりこの蒸し器に関しては、結構ね、収納するのが難しいかもしれません。他のものとですね、他のものと一緒に収納するのが難しいかもしれないですが、荷物をなるべく少なくするようなパッキングをしたいときに、これ使ってわざわざ蒸し物するかなっていう感じがするんで、これを使うのはね、あくまで余裕があるときって感じでしょうね。まあ、一応こんな感じで、入りますよというところで、次はですね、メスティンを使って、早速料理をしてみたいなと思います。せっかくね、5つ、メスティンがありますので、5つ同時に料理をしてみようかなと思います。今回ですね、5つのメスティンを使って同時に調理をしたいということで、さすがにね、バーナー5つも買えないので、こういったものを用意しました。よくあるですね、ポケットストーブっていうのかな、なんつうんだろうこれ。パチモンです。ということでですね、こちらを5つ用意しました。これにですね、それぞれ固形燃料を乗せて、どんどんね、料理をしていきたいなと思います。パッ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 と火をつけて、一気に料理をしちゃいましょう。こんなね、一気に料理することなんか、未だかつてないですからね。はい、こんな感じでですね、5つのメスティン用意しました。5つ並ぶとね、なかなか壮観ですね。そしてこの大きなメスティンですね。大きなメスティンでは蒸し料理をしようと思います。蒸し料理があって、こちらにはですね、ちょっとした鍋料理、キムチ鍋みたいなものを作ってみようと思います。そしてこちらでは炊き込みご飯、そして一番こちらではですね、アヒージョを作ってみたいなと思います。すべて簡単な料理ではあるんですが、メスティンで初めてする料理となりますので、ちょっとね、楽しみです。まさかね、5つ同時に料理することになると思いませんでしたが、ちょっとやってみましょう。お米を洗ったこの中にですね、炊き込みご飯の素を入れます。3合用ですからね、ちょっと具材が多すぎるかもしれないけど、まあ具材が多い分には問題ないでしょう。栗ご飯の素を買ってきてます。なので栗を入れちゃいましょう。そしてここに調味料スープ。 OK、 これでできるはずです。こちらはですね、サバ缶アヒージョを作ろうと思うんですが、まずサバの水煮ありますよね。サバの水煮缶を、水を切った状態でこの中に入れて、ちょっとね、こんな感じでサバをほぐしておきます。こんなもんでいいかな。ここにですね、オリーブオイルドバドバっと入れていきます。そしたらこの中にニンニクを入れます。本当は炒めたりするんですけど、もう面倒なのでこのまま入れちゃいます。で、ここに唐辛子、輪切りでいいと思います。輪切りの唐辛子を入れて、適当にですね、しめじを置いていきます。そしたらヘタを取ったミニトマト、ミニトマトあった方が味も美味しいですし、色合いもね、やっぱいいので、これを入れます。
こんなもんでいいかな。で、ついでにオリーブオイル回しがけといて、あとここにですね、塩コショウですね、ちょっと強めが好きなんで、ちょっと多めに入れます。はい、これでアヒージョは準備が OK です。メスティンの中に水を入れて、ここに豆腐を入れます。しめじ、こんな感じで入れときましょうか。しめじ、そして白菜、そして豚肉、そしてネギです。で、ここにですね、鍋キューブの素っていうのがあるので、これでも入れておきましょう。これでなんとか多分鍋になるでしょう。さあ、これでキムチ鍋の具材は完成です。当初はね、中ぐらいの鍋でやりたかったんですが、間違ってね、中ぐらいの鍋にはアヒージョやっちゃいましたんで、まあ、とりあえずね、どんどんいきましょう。あとの2つ、この2つですね、この2つは、まず水を入れます。コップ1杯分ぐらいは入りそうですけどね。あ、全然入りますね。コップ1杯分ぐらいであれば、水も余裕で入ります。こちらの片方ではですね、まあ、せっかくなんで、たまには野菜を取ろうということで、蒸し野菜をやってみようと思います。人参、かぼちゃ、ブロッコリーを入れまして、さらに、多分ね、これ嫌いな人いないでしょう、シャウエッセン。シャウエッセンもちょっと贅沢に入れときます。今度はですね、もう一つのものにはシューマイをやろうと思います。蒸し料理といったらこれでしょうっていう定番のシューマイですよね。シューマイ入れてみます。で、水の分量に関してはですね、どれぐらい水を入れるべきかよくわからないので、とりあえずコップ1杯入れてみました。この 1000ml のものだとシューマイを8個入れてもまだまだ余裕があります。さあ、それではですね、今回作ろうと思っているのがこちらの5品です。キムチ鍋、栗ご飯、シューマイ、野菜の蒸し物、サバ缶、アヒージョとなっております。さあ、それではですね、それぞれのものに固形燃料を乗せていこうと思います。いやー、これうまくいったらいいんだけどな。さあ、それではいきます。これからはですね、何もしません。ずっとほったらかしです。果たしてこれで料理ができるのか。さあ、それではですね、火が消えましたので、一個ずつね、開けていってみようと思います。完璧にね、ほったらかした調理になります。今回僕はですね、初めてメスティンというものを使いましたが、初めてのメスティンで5台同時調理に挑戦してみました。どうだろう、まず1品目。おー、誰だ。じゃあ気を取り直してですね、今回初めてのメスティンを使って、5台同時調理っていうですね、多分あんまりみんなやらないだろうなというようなことをやってみました。それではね、最初の料理開けてみます。いや、普通にうまそうこれ。さあ、1品目がですね、美味しくできてたところで2品目。うわー、普通にこれもうまそう。栗ご飯です。さあ、そしてですね、3品目。よいしょ。シューマイ。うわー、これも美味しそうだな。そして4品目。の蒸し野菜、いい感じ。さあ、そしてこちらがですね、最後になります。アヒージョ、すげえ。初めて作ったにしてはですね、いい感じにできたんじゃないでしょうか。そしてですね、この料理の一番のポイントとしては、すべてね、固形燃料を置いて火をつけただけでずっとほったらかしてます。
ほったらかして初心者でもこれだけの料理が作れますんで、このねメスティンはねやっぱり面白いかもしれないですね。さあそれではですね、まあこれ作っただけではいけないのでちょっと食べてみましょう。これもねいい感じにできてますよ。あーうめえ。さあ続いてですね、この栗ご飯いってみましょう。ご飯の分量とかね、水の分量とかすっごい適当なんですが、おいしい。さあ続いてはですね、シューマイいってみましょう。ああこれもおいしい。で次がですね蒸し野菜。おーめっちゃ火が通ってる。うまい。さあそしてですねこちらがサバ缶のアヒージョになります。ちょっと食べてみましょう。いやーこれも美味しいわ。うまい。栗ご飯を作りましたけれども、まあ醤油ベースのスープを使うっていうこともあってですね、下の方が焦げてしまいました。こうやって焦げるとですね、洗ったりするお手入れが大変になるんじゃないかなということで、試しにまず水を張っています。水を張ってしばらく置いた状態でたわしでこすって、それでも落ちない部分をスポンジで洗剤で洗ってみました。こんな感じでですね、簡単に焦げが取れてお手入れも簡単なメスティンとなっています。やっぱり表面に加工がされているっていうのはこのメスティンの強みなんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、スケーターのアルミメスティン、こちらをご紹介してみました。デザインが2種類ありまして、アウトドアっぽいデザインのものは、大きさが3種類、マーベルのものは大きさが2種類というラインナップになっています。やっぱりアルマイト加工されているということで、洗ったりとかね、そういったお手入れも簡単でした。少しですね、人とは変わったものを持ちたいという方やですね、家庭にある調理用品のような感じで使えるものを探しているという方にもですね、おすすめのメスティンなんじゃないかなと思います。興味のある方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは